アルクでジェネラルからお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。類稀なキープ力、素晴らしいボディバランスですね。ハーストシュート、スルミチェックブロック、キーパーに抑えられました。スローインです。野本いい、ロコベネック、グリネラ、走り込んできた、頭でつないで、前半30分経過。リターン、キーパーこぼした、決めることができない。ダイレクトで返す、ここでワンツーシュート、スルミチェ、ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半開始の笛です。さあこのまま攻め上がれるか。ロシツリー、ニアポスト、ディフェンダーも必死です。デラセイ、グリネラ、ヘマー、メルヒル、デスカ、ギルス、
前が空いた。ゴール！マーベラス！スーパー！ビューティフォーゴール！素晴らしいゴールです。ようやく先制点が入りました。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ！動き出しが素早いです。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ロシツリー中へ上げたジャンプ、ギリス折り返す、ワンツー、ヘマーヘッドで、これはちょっと危険なプレーでした。これは悪質なタックル、退場です。おっと、選手の交代が行われる模様です。センターバックがチームメイトに喝を入れます。ポーン・ジョールズ、コーナーキックです。コーナーです。さあ、チャンス到来。しなやかなボールタッチ、壁パス、グロアンビリバゴールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。ここで確実に得点を奪います。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。グロ、彼は本当に試合、試合終了です。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。